なるみ神社は、愛知県名古屋市緑区なるみにある神社。縁起式神明町の終わり国愛知軍、なるみ神社にあたる。なるみ天神、東宮大明神とも呼ばれていた。旧建者。創建は、主張元年、草薙神剣が厚田に冠座された時に、日本穂高の縁輸により鎮座されたと言われる。厚田大神宮御鎮座次第本義には、 事件を契機に日本穂高統制の縁護の地に創始した十の神社が記載されているという。創建当初は今より南の地、大木川に面した天神山に鎮座していたが、大江元年、足利市の武将、安原隆氏藩により猫屋城が築かれ、当社は現在の宇菓山に奉仙された。現在の城石内には境外社天神社が鎮座している。霊災では、 おたびしょとなる。九死天神山の南には、天白川支流の大木川が流れており、大湖は、島一帯に、なるみ方という浜があった。天神社には、日本穂高が、なるみ方で読まれたというお歌、なるみよしか、宮霊川とめ星日高千美おのれの湯、伏穂見渡両望家もを刻んだ石碑がある。その他、日本穂高は、なるみについて四種のお歌を残されている。 おうたにある、日高かとは、尾わり国造上官の所在地で、日本穂高の記載である、宮洲の子姫命のが住んでいた。現在、同地には、厚田神宮境外拙者日神谷猫神社がある。当制からの帰還の際には、日本穂高は、なるみ方から日高まで船で渡ったという。毎年10月10日の霊祭では、この神話にちなみ、ご神霊を九死に渡御し、木片一 ペンを三船として扇川に流す三船流神事を行う。など、ウィキメディアコモンズには、鳴海神社に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。